どうも高井です。権力を行使、知恵使わない人、思考低下説。権力の実験のデータから話します。スタンフォード大学の心理学者フィリップ・ジンバルドが70年代に驚くべき方法で権力の恐ろしさを明らかにしたのは有名な話でしょう。彼はランダムに学生を選出し、囚人役と監視役に分けて実験を行ったのです。数時間後、囚人役の学生たちは監視役の学生たちによって精神的苦痛を受けるようになりました。彼らは現実には友達あるにもかかわらずです。普段と唯一違うのは監視役の学生たちが突然パワーを持ったことです。このパワーが企業でいう権力ってことです。この権力をゲームで言ってしまう場合はチートコードではないのかなって思ってるので、それを例にして話します。ゲーム開始直後、お金が、所持金がない0円の状況の場合、どうやってお金を稼ぐのかってことをまず考えなきゃいけません。ですがチートコードでお金を無制限に最大に、お財布の中身を最大限増やしてた場合、お金を稼ぐってことを考える必要ないから、ジャブジャブ買えますよね。つまり企業でいう権力を持てば持つほど、上に上がれば上がるほど、部下や後輩たちはあなたに丁寧語で喋りかけなきゃいけないし、あなた自身は部下や、まあ、後輩たちにそういう話をするっていうことで悩まなくていいわけですよね。だって敬語で話してくれるもん。その状況が定年後まで続くのは当然、シルバーとして働く道があればいいけど、ない場合ね。ではバイトする場合、学生たちとどうやって話しかけたらいいんだろうって悩むじゃないですか。これがおそらく相当ストレスなのか続かないって可能性あるよね。それでかつそのストレスが家庭に向いた場合、熟年離婚もありえるし、その人が定年するまで家族に相当ストレスをぶつけていた場合、これも熟年離婚になるし、で最終的に所持金がやばいって状況になって下流老人になるんじゃないかなって思ってるんで、今のうちから言葉の影響力について学んでおいた方がいいと思うんで、読んでみましょう。こっちにもリンク貼っとくので、そっちを見てみてくださいね。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。